上本町ハイハイタウン上本町ハイハイタウンは近畿日本鉄道大阪上本町駅前にある複合型商業施設である。大阪上本町駅前の商業施設は1925年に大規ビルとして開設され、そのビルの敷地内に近鉄百貨店の母体となる三笠百貨店がオープン。しかし、第二次世界大戦の影響で焼け野原となり、 上本町地域の商業ビルも廃墟と化した。戦後は闇市が開かれたが大阪府警察本部は闇市閉鎖を決行。その後、改めて地主との賃貸契約を結ぶことで商業閉鎖の危機を乗り切ったが、これを機に住民が復興促進会を発足し、1948年国際商店会に発展していった。 1962年上本町六丁目商店会から大阪市に対して公園緑地計画の変更を求める陳情書が提出され、上本町地区に地下街を含む地上10階建てのビルディングを共同で建設したい旨を提案。1969年6月に制定された都市再開発法を受けて8月に同商店会振興組合により公園の廃止と 市街地再開発の陳情書が提出。1974年12月にその変更告示が行われ、1977年に再開発事業の認可を受け、1979年に完成した。完成イベントでは近畿地方出身の赤シアさんまがステージ上でショーを行った。2016年創業37年目にして初のテレビ CM がスタート。 中条隆則、マリーナ、岡野明が出演する奇抜な内容となっている。このメンバーは、上本町のコミュニティ番組本前へと小江本町のレギュラー出演者でもある。ありがとうございます。